クナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？クナッピーも元気ですよって言った感じでやってきますね。はい、今日もクナッピー島パトに行ってまいりました。今回はぽっちゃりアラサーひなさんのこだわりの詰まったアイテムがお得にゲットできたわけでございます。グレピ、それがこちらでございますね。はい、こちら商品名 HI 花マーメイド SK88、 サイズが 3L でございます。お色は泡紫。お値段は1969円のところ、なんと550円にお値下げされておりました。商品番号は 580-0146、 素材はポリエステル 100% となっております。光沢のある生地に小花柄が可愛いスカートです。生地はサテンのような光沢に、滑らかでつるんとした柔らかい生地となっております。6枚のパネルで立体的に作られたマーメイドスカートとなっております。ウエストは前はフラットで、後ろは幅広のゴムとなっております。真ん中がねステッチされていて、よれ防止ともなっております。なのでストレスなく着用できますね。生地は薄手ではありますが、透け感はございません。でもしっかり裏地はございます。はい、こちら同色の裏地、ただの裏地じゃないですね。しっかりストレッチ性もございます。ストレッチ性があると動きやすくていいですよね。ロング丈でラベンダーのような少し薄いパープル色で、これからの季節着用できるし、ベーシックなトップスとも綺麗に着用できると思います。といった具合でコーディネートしてみたいと思います。トップスはひなさんの L レース付きプローバーでモノマネコーデをしてみました。いかがでしょう。はい、こちらのマーメイドスカートでございますね。薄くて柔らかい生地のマーメイドスカートって聞いただけでも、いや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 無理でしょう、履けないわって思いますよね。クナピーもそう思いました。でも履いてみると違うんでございますよ。マーメイドスカートなんですけれども、ウエストからヒップ、太ももあたりはゆとりを持ってゆったりしてるから、気になる太ももやヒップのラインも拾えません。ツヤ感のある生地で、裾の方に広がったシルエットはとってもねフェミニンで、動くたびに揺れる感じがいいですよね。164センチのフナピーで、くるぶしの上ぐらいまでのロング丈となっております。ロング丈も大人女子としては嬉しいポイントでございます。背の低い方だったらちょっとね上の方に上げてあげて、少し短くなるのもいいんじゃないですか。調節ができるのもいいと思いました。本当にね、この動くたびに揺れるドレープがエレガントで、光沢があるんで綺麗めなスカートに見えます。はい、では次行ってみましょう。トップスはアンセリのフード付きプローバーに、差し色としてバッグはムーさんの巾着バッグでコーデしてみました。同じパープルに合わせたフード付きプローバーで、カジュアルなトップスですよね。
それともしっかり合っちゃうスカートなんでございますね。カジュアルとフェミニンのミックスコーデになりました。はい、次行ってみましょう。トップスはひなさんの脇ドロストプルオーバーとコーデしてみました。パープルとネイビーは相性抜群でございます。ブラックと比べるとカジュアルな感じにも見えますね。はい、次行ってみましょう。インナーはひなさんのレースタンクトップスクエアを前にして着用しております。カーディガンはひなさんのロングカーディガンを着用してコーデしてみました。ロングカーディガンの黒と中のベージュにパープルで色のメリハリをつけて、カーディガンのこのアイラインを作って着痩せ効果が期待できるコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。トップスはイヤフルプチプラヤさんのレース付きブラウスに、持ってるジレはスザンヌさんのニットジレを持っております。白いブラウスでフェミニンなコーデにしてみました。そこでスザンヌさんのこちらのジレを着用してみましょう。はい、こんな感じでジレを羽織るだけでトレンドのコーデが出来上がります。広がりを抑えられるのもいいですよね、ジレで。はい、これでうなぴーの島パト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。